これが一応原型モデル、あの原型じゃなくて、石膏モデル。石膏モデル、はい。で、これは手作りでのその先端の、まあ、雰囲気のチェックのためのやつですね。この通りこれと同じように線を入れてもらえばこれとほぼ同じように上がってくるよということで、少しニュアンスが違うんで。そうだね、上節の下に入ってるから、はいはいはい、あの取りにくいというか、こっちはまあまあコスティギア、うん、まあ、的にもなんかこういう、まあ、そういうそこの違いやね、うん、ここら辺ですね、ここら辺が潰れるかも、ここ潰れるようです、うん、そうそう、絵の真ん中ね、うんうん、これが印刷でもほとんど潰れそうな感じやもんね、ちっちゃいやつだね、うん、かなりもう薄いわね、はい、これやったら多分 NG やと思うんですよ、あ、あの今回のやつは、はい、だまあこういう薄いはあったとしても、うん、これだともうほとんど読めない、はい、今あるのはですね、うん、これはどっかからそのもうメーカーの、まあ、通常使ってる、まあ、この辺ですか、 この辺やね、うん、この辺の間ぐらいかなって気がする、うん、まあ多分合わせたいと思うんですよ、もしくは黒とかね、ミラマットの薄さもちょっと分からへんから、ミラマットはこれですよ、紙やったらこれですよっていうのを送ってもらっていいですか、うん、紙、もうちょっとツヤがあって、片っぽツヤがあって、片っぽちょっとですね、なんとなく分かんないけど、もっと白いやつ、うん、なんとなく分かんないけど、まあ、分かりませんよ、どんどんこうして包んで、これをここにこうやってて、はいはい、開けて、はい、ひょっとしたら、うちでやるかもしれない、パッケージだけ、パッケージだけ、うん、それパッケージ支給して、そうそうそう、はいはい、あの当然こちらに分かりますけどね、はいはい、